こんにちは、こんばんは。作りたいものが多くて体が一つじゃ足りないつとむにきです。今回作っていくのは左腕とアームドアーマー VN です。右腕と同じなのでこれといって紹介するところもないですね。はじめからアームドアーマー VN を装着してますが、これも分離できます。かっこいい。デルタプラスの腹殴っても壊れなさそう。で、こんな感じにできてはいるのですが、最初に言っておきます。今回のできたものしょぼいです。早速組み立てていきましょう。では前と同じ感じですね。ボールジョイントもどきのところは、装甲と手の腹部分を押し付けて勝手に動いたりしないようにしてます。押し付けないといけないので、ここはインサートナットを入れてますね。ピントが合わない？裏側汚ねえ。はい、できました。パーツ点数少ない割には結構動かせるし、見た目も悪くない。腕の展開する装甲はギアで連動させてるので、装甲部分をむにゅって入れます。よくわからん部品を取り付けます。やっぱり M2 のネジは小さくてすごい扱いやすい。M2 のネジを使い始めたら設計の幅がすごく広がりましたね。ちょっとここで動作確認します。右手とサーボの角度を合わせておきたいので、同じ数値で展開と収納ができるかの確認ですね。問題なさそう。はい、コネクタを切ります。コネクタが邪魔して配線が通せないから仕方ない。QI 端子もでかいからもう少し小さい端子を使うようにした方がいいかなって思ったりしてます。次は LED をつけていきます。LED の配線は事前に作っているので、グルーガンで適当につけます。サーボもなんですけど、テープ LED が何気にでかいんですよね。幅 12mm で高さ 2.5mm なんでかなり場所を取るので、もっと小さいフルカラーのテープ LED とかないですかね。普通の装甲をつけて LED を隠します。はい、次はサーベルラックのとこですね。縦の順番間違えると詰むからきつい。サーベルラックの隠し配線は、右手と血栓が変わっちゃってるので、安全策として右手と比較して反対側につけるようにしてます。配線を内側に引っ張って見えないようにしましょう。あとはネジ止めして、肘の下部分は完成。ネジは100均に売ってる箱に入れてこんな感じで管理してます。メインは六角穴付きボルトですね。理由は黒くてかっこいい。それだけ。あ、そうそう、ネジ締めにインパクト使わないんですか？って言われたんですけど、インパクトなんて使ったらパーツが壊れるんで使わないですね。ナット入れてないところとかは、M3 のネジだったら Fi2.8 で 3D プリンターで出力してて、普通のネジでネジ山を作るイメージで入れてます。なので手動で締めるのが安全安心ですね。小型の電動ドライバーも持ってますけど、電動ドライバー使うよりも手で回した方が早いので使わなくなりましたね。やべえ、LED の端っこが見える。付け直すのもめんどくさいし切ってしまいましょう。できました。いい感じですね。かっこいい。サーベルラックの可動も指の可動も問題なしです。まあ前回の動画と同じなので問題出る方がおかしいんですけどね。肘の関節も前と同じなんですが、相変わらず配線通す作業がしんどい。ナットを入れて締め付けて、フリーにならないようにして、LED を隠してる装甲もネジ止めして、カバーをつけたら見た目は完成です。バンシーの装甲は、角に90度ついてるところは大きめの面取りしてるんですけど、すごい印象が変わりますね。これユニコーンがなんかカクカクしてて違和感あるなーって思ってやってみただけなんですけど、結果的にいい見た目になったんじゃないかなって思います。
前回は編集が面倒くさくなったので肩のとこはスルーしましたが、今回はちゃんとやりましょう。それでどんな感じで動いてるかというと、歯車がいっぱいあってケツ歯車でいい感じにしてラックでスライドする的な感じです。適当。バネはケツ歯車の動きが安定するように入れてます。ケツ歯車で人山ずれたりしたら動きがおかしくなりますからね。肩はこれに装甲つけるだけですね。取り付ける装甲も5パーツぐらいので楽。サイコフレームに機構を設計して装甲つけてるだけなので中身はスカスカです。重たくなるよりはいいかなって感じ。そういえば左腕のパーツって前回の動画を上げたぐらいにはパーツの出力が終わってたんですけど、組み立てたのそれから1ヶ月後ぐらいなんですね。普段は出力終わったらすぐに動作確認して組み立て終わらしますけど、こうなんかできるものが分かってるものってできた後の感動がないからやる気が起きない。あと表面処理して塗装して配線の分岐基板作ってテープ LED の仕込みして組み立てるっていう作業がしんどい。あれ、これ作業全部なのでは。とまあよくわからんことぼやいてる間にできましたね。装甲をつけただけなのでちゃんと動きますね。やっぱ上の装甲の展開と横の装甲の展開にタイムラグがあるのがいいですね。動かしていきましょう。と言っても基本右腕と同じですからあれですね。アームドアーマー VN はこんな感じです。モーターで動かす範囲はグーパーだけですね。でもかっこいい。ほんとかっこいい。うぬぼれ。あ、サイコフレームの色ももちろん変えれますので、緑バンシーもできますよ。モーターで動かせる範囲はグーパーだけですけど、手でいろいろ動かせるようにしてます。エピソード5のグワーって展開して振りかぶるポーズも取れそうですね。しょぼいって言ったのがなんとなくわかったとは思いますが、ちょっと言い訳いいですか。アームドアーマーの各関節にモーターつけたら自動でいろんなポーズが取れるようにはできたんですけど、モーター増やすと重量も配線とか問題が大量に出るのと、コンセプトはポージングができる全自動変形なのでそもそもいろんなポージングができなくなるのは良くないと思ったわけでして、ということを考えたらグーパーは自動でできて他を動かすときは手動で自由に動かすのがベストかなと思い、ということですけど、指だったり肘だったり手動で動かしてるのと同じようなものと考えていただければと思います。しょぼいとは言いましたけど普通にかっこいいし出来栄えもいいので満足ですね。今はまだ右腕と左腕同時に動かしたりはできないですけど、早く動かせるようにしたいところですね。最後にいい感じに撮れた写真少し流しますね。それでは今回はこの辺で、次回は胸とかかな。